こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。ダービースタディオンの、スマホアプリ版ダービースタディオンマスターズをやっていきたいと思います。はい、このゲームの中ではすっかり晴れですね。今日は雨が降っております。昨日はすごく暖かかったのですが、今日土曜日はあいにくのお天気で、また明日日曜日から寒くなるということで、2月ももう半ばになるんですけど、なかなか春は遠いっていう感じでしょうか。旧車行ってみましょう。さあ、よくできたが、いいですね。普通クローネは10オープン買ってオープンに上がって、最初が重賞の小倉大商店ですね。さあ、これでアーセウマをやるか特別状況をやるか。まだ重いのか。じゃあアーセウマをやっとくか。おお、なんかすごいな、花さんが花カウント。馬体がちょっと寂しいって出てますね。というより結構連続で出してるわ。それで放牧させて戻したのか。普通クローネ、今度はオープン特別に出しますね。ちょっと馬なりの調子を見てみましょう。絶好調ということです。さあ、レース行ってみましょう。普通クローネの大阪城ステークスです。クローネは6番人気、20丸が1つついてますね。1番人気が湘南マイキー、2番人気がミッキードリームと名前よく知られた馬ですね。オープン特別としてはレベル高いかもしれないですね。そして先方なんですけど、逃げ馬がシルポートの1頭のみですので、前に行く馬もそんな、普通ぐらいなんで、このまま逃がして、どこまで粘れるか見ていきたいと思います。1800芝コース、外回りですね。直線が長い。さて、スタート。なんか出足は、押して上がってはいくんですけど、どうかな。湘南マイティ最高峰ですね。さあ、まだ先頭ですけど、ここで仕掛けてくるの、仕掛けてくる馬がどうだろう。まだ誰も仕掛けてこないけど、ゆっくりかわされましたね、シルポートに。ああ、ここでか。直線が長いから、その分仕掛ける位置が遅くなるんですよね。さあ、ミッキードリームと
地リポートですね。9着残念な結果に終わりました。やっぱりあの小倉大商店というローカル重賞とオープン特別とはいえ中央ではレベルが違うのかな。さて、休憩後2走させますので、この馬は放牧させます。記念制覇さてと、普通トライはスプリングステークスいたします。状態はどうなんだろう。絶叫絶好調ですね。それなりの成績ってことですかね。オープン特別は結構勝ってはいるんですけど、どこまでやれるのかな。さあ普通トライスプリングステークスです。まずは全然人気ないですね。状態を見てみましょう。まあまあ状態は絶好調。一番人気がディープブリリアンテ、2番人気がローズキングダム、3番人気がドリームパスポート、それからフェームゲームやフサイティリシャールやベッダレイヤ、レッツゴー霧島など、やっぱり良 いメンバーですよね。まあ、走って無事に回ってくればいいなという感じのレースになると思うんですけど。大外だからな、まあ、とはいえ積極的、中山なんで積極的行かないとちょっと話にならないですが、ゆっくり押し上げていきます。さて、ちょっとやっぱりついていけない感じですね。ローズキングダムが先頭に立ちまして、ディュープリアンテ、この2頭の一騎打ちでしょうかね。ローズキングダムでしたね。今度はよくできたがマーチステークスに出てまいります。ちょっとねここ2走の成績がパッとしないだけに、まあオープン特別では家賃が高いのかなとは思うんですけど、人と通信支配を出たんで、これで2走を走らせたのかな。いや、まだ1走か。ここは1周休ませましょう。さあマーチステークスよくできたが出てまいります。ちょっと厳しいかな。あ、でも20マルが1つついてますね。逃げが2頭、それを見ながら行く構えかな。1番人気がキングスエンブレム、2番人気がタガノロックオン、3番人気がマコトスバルピエロ、ピエロだと思った、
どういう意味なんだろう、マコトスバルスパルビエロ、スパルビエロ、なんかすごい実況泣かせな馬だな。レース行ってみましょう。中段ぐらいですね。まあ、前行くまでそんなに前行けてないんだから、ちょっとスピードが足りないということなのかな。馬群に包まれてる感じですね。長野ロックオンが最高峰です。さて今6番手ですね。前の2頭の行きっぷり比べたら、でもしぶとく中割ってきましたね。5着までは入ってほしいけどな。全然見えないですね、やっぱり縦画面だからな。一応4着に入ったみたいですけど、これが横画面だとあのゴール板前もあの位置取りがわかるんですけど、やっぱり縦画面は良くないわ。はい、4着。でもまあ頑張ったんじゃないかと思います。さあいよいよ4月ですね、種付けになりますね。お、子供が生まれました。牝馬ですね。はい、もう こだわりがないんで、さあ種付けをしましょう。権利数がメジロマクイーンの1992って何だろう。面白い気配合って言われてます。完璧な配合ってありますね。なんとまさに完璧な配合ですね。すごい句が期待できそうですね。完璧って言われたらもうつけるしかないですね。あ、そうか、剣に持ってないのか。から見ても面白いかも。あ、リストがすごい多いですね。あ、そうか、権利ありの馬だけで絞り切れるんだ。それでもかなり多いですよね。面白い配合の馬たくさんあるんだけど、それより上を狙いたいよな。ビアダビ配合っていうのが下ありますね。なんだろうこれ。ただ全部 C っていうのはちょっといただけないですね。やっぱり基本的にはあの A がついた馬の方が確実に走りますからね。これをつけてみますか。続いてアーカイビンジリア、これもあの種付けですね。おっと、よくできた配合があります。交換できるんだ。あー、なるほど。まあ、下の方はどんどんあのリストも減らしていかないといけないので交換していきましょう。おっと、八ヶ岩清水ってこんなにあのポイント高いんだ。人気は
好まれてますね。まあ、本来よくできた配合でいいんですけど、権利がありません。ネオユニか。なんとかの配合っていうのはほとんどないんですよね。フィンガーカントリーつけてみますか。ダートで早熟差し、はい、これで種付け終了です。はい、いよいよ4月に入りまして、春競馬も真っ盛りといったあたりですね。まあ、こんな感じでやっていきたいと思います。で、関連動画とかプレイリストを見ていただければ嬉しいです。またチャンネル登録も毎度のことですがよろしくお願いいたします。はい、ではまた次回よろしくお願いいたします。ゲーム動画で行こうでした。